ハインリヒマン・ルイス・ハインリヒマンは、ドイツの作家、評論家。弟に、同じく作家である、トーマス・マンがいる。リューベックに、裕福な穀物賞で選手の長男として生まれ育った。少年時代から作家を志し、内外の文学を読みふけていた。1889年に高校を卒業して、ドレスデンで、書店員となり、この頃から小説を書き始めた。 1890年にベルリンに出てフィッシャー書店に勤めベルリン大学で哲学と文献学の講義を受けた。1891年に父が死去し母と子供たちはミュンヘンに移り住んだ。ハインリヒは父の遺産によってフランスを経てイタリアに赴きフィレンツェに住んで画家を志したが1895年に弟のトーマスがやってくるとローマ、 パレストリーナで数ヶ月を過ごし、文学への関心を高め、1896年にかけて雑誌20世紀を刊行した。1894年に最初の長編小説、家庭の中を執筆。1900年に長編、胸にコ効にてを発表し、以後多くの長編、短編を発表。しかし1900年に初の長編小説、 ブッテンブローク家の人々を出した弟トーマスに、名声の獲得では遅れを取った。1905年発表の、ウンラート教授は、後1930年に、嘆きの天使として、マレーネディートリッシュ演で映画化され、大ヒットした。ハイン・リヒマンとトーマスマン、ウンラート教授と同様に、当時の社会を風刺した、進化、貧しき人々、頭領からなる三部作、 帝国を1911年から1925年にかけて発表。進化は1915年に観光した時に発禁となり、1918年に再刊された。1911年から劇作も手掛け、1912年執筆の偉大なる愛の舞台の稽古中に、女優マリアカノバと知り合い、1914年に第一次、 世界大戦勃発直後に結婚した。戦局がドイツに不利になってくると、大戦直前に執筆した長編、進化と戦時中に執筆したエッセイ、ゾラがドイツの敗北を予言し、その権威主義を批判したものとして、進化他のハインリヒの旧作が驚くべき売れ行きを見せるようになった。戦後は、バイマル共和国時代を代表する指導的な文学者、 文芸評論家として活躍した。これらにおいてハインリヒは民主主義及び統一ヨーロッパの思想を表明していたが、弟トーマスはドイツ文化の伝統を擁護する立場であり、非政治的人間の考察で兄、ハインリヒを弾劾した。1925年にピレネー山脈の麓まで旅行し、その途中で執筆した短編、神戸スでは、 近代産業社会の非人間性への風刺を表現主義的技法を用いて表した。1931年、プロイセンの芸術アカデミーの文芸部門長となった。この時期は統一ヨーロッパ思想を保ちつつ、敗戦後ドイツの素朴な姿を描いた長編作品を執筆したが成功とはならなかった。1930年に妻マリアと離婚。 ナチスの勢力が大きくなってくるとハインリヒは警告を発したが、1933年にナチスが権力を掌握するとハインリヒはアカデミーを追放され、フランスへ脱出した。この時ナチスが行った文書にハインリヒの著書も含まれており、続いてドイツ市民権も剥奪された。1935年にフランスでンファシズム国際作家会議に出席、アンドレジット。 ルイアラゴンらと共に人民戦線に参加。この頃にアンリ4世を主人公としたアンリ4世の青春、アンリ4世の完成に部作を完成した。第二次世界大戦が始まり、1940年にドイツがフランスに侵攻すると弟トーマスの後を追って、当時の夫人ネリー・クレーガーと共にリスボンを経てアメリカに渡った。ロサンゼルスに住み、 いくつかの作品を書いたが、大きな注目はされず、難解とされている。戦後1947年に、ベルリン大学から、名誉博士号辞を、東ドイツ芸術アカデミー総裁に選ばれ、そのために帰国しようとした1950年に死去した、ハイン・リヒマンの墓。ありがとうございます。